皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月7日、13時15分、昨日のサタデーステーションでの高島彩アナウンサーとの受け答えなんですけども、大谷翔平選手がホームランを打った時の VTR の場面で、まあ、僕の頭の中がまあ取られている状態だったんですけども、そこで僕は高島彩に、まあ、ワイプで映っていたので聞きました。頭の中どちらに行ってますと、高島彩に行ってるのか、それとも大谷翔平に行ってるのかと、こういうことを聞いたんですね。で、高島彩入ってるっていう返答してるんですよ。で、それは頭の中のことなのか、ホームランが入っているのか、それとも霊的なものが体の中に入っているのか、その辺のとこはっきり言ってもらわないと、わからない。で、これは返答するワードとして各、他の、報道関係の人たちも、頭の中が入ってる、自分に来てるんだとしたら、それを言ってくださいね。で、これは、昨日の NHK、昨日というか、まあ、本日ですね、厳密に言うと、夜中の1時30分ぐらいから NHK の放送で、ドジャース対、カージナンスでしたっけ？ちょっと対戦チームははっきり覚えてないんですけども、放送があって、その放送欄を見たせいか、その前の日もそうだったんですけども、なかなか夜中眠れなかったんですよ。寝ついたのが夜中の3時ぐらいとか。まあ今日もちょっと睡眠時間がね、5時間ぐらいで、大変、ちょっと体調が厳しい状態ではあるんですけども、今日の朝もね、集会所で開いてた、その、ここの住宅の集会で、大きな物音がするっていうことで、夜中とか明け方だとか、人によっては、サッカーボールを、部屋の中で蹴ってるような音だったり、ドスンっていう音だったり、襖を閉め、バシッてこう閉めた時の音だったりだとか、そういう音が人によって、私はこう聞こえてる、この時間帯、そちらは聞こえてましたか、いや、その時間帯私は寝てましただとか、まあ、人によって、まあ、だいぶ違うんですけども、けど、大きな音に関しては、まあ、僕はここの210で、大きな物音の、その音による攻撃っていうのは、たくさんやられてますから、でその辺の仕組みもちょっとよくわからない。で、まあ、その辺のところも含めて、まあ、海外の方たち、まあ、日本人はもう日本に戻ってきて、国際線があるんだからと、もうそういうふうに、まあ、できればしていただきたい。で、まあ、中地区とか東地区のチームはなしで西地区にみんな集まってもらって、で、ただ、メジャーリーグは横の動きがあるから、その、交流戦みたいな形で、ね、その、厳密に言うと、アリーグとナリーグは、西地区、中地区、東地区にあって、その、リーグ内での横の移動、アメリカ大陸の、移動ですね、アメリカ合衆国の横の移動。だ時間軸が全然変わってくるんですよ、試合を行う時間軸が。西地区だったら、日本時間の、まあ、例えばナイターとかだったら、日本時間の朝の10時から、大体14時くらいには全ての試合が終わっています。よっぽど長い延長戦とかない限り、だからまあ横の動きをなくしてほしいっていうことを、まあ、大リーグの方にも言ってるんですけども、まあ、その辺のところ対応していただけずで、まあ、イチローさんもマリナーズにいた時のヒットの数と、ヤンキースに行った時のヒットの数、全然違うでしょう。やっぱりそうなんですよ。まあ、こっちのコンディション、とかもありますし、その、まあ、チームが勝てるかどうかっていうところとかも、いろんなことがありますんで。まあ、その辺のところを考えて、まあ、エネルギーの残存の問題とかいろんなことを考えると、やっぱり今時海外留学なんかしてもらったら困るという話になるんです。海外留学もそうですし、海外への派遣、サッカー界もそうですし、バスケットボール界もそう、バレーボール界もそう、もうみんな日本に戻ってきてって、そういうことになるんですよ。エネルギーの消費を、抑え込まなきゃならないのに逆に加速させてしまってますから。あとは、まあ、人口関係のところについては、ホームページ淡井圭介の51番などを見ていただいたら、
分かるかと思います。まあ、説明欄のところから、アクセスできるようには、まあ、しておきます。それでは、報道関係の、皆さん、僕がテレビに向かって、まあ、喋ったりする方法、心の声でもね、しっかりとした返答してくれない時って結構あるんですよ。本当は、撮影しながら返答してもらう時の方が、まあ、証拠としても残りやすくていいんでしょうけども、ちょっとね、僕も動画の撮影数が多くて、データ容量的に一人の人間で手に負えるような状態じゃなくなってきてるんですね。で、言葉に関しては、その入ってる入ってないに関して、頭の中に入ってるっていう、そういう表現っていうのをしてほしい。霊的なもの、体に入ってきてるんだったら、その、体の中に入ってきてるだとか。で、まあ、その VTR でね、ホームランが入ってる映像で、そのホームランが入ってる、それはテレビで放送してるか、もうそれは言わなくていいです。ややこしいです。頭の中の行き先がアナウンサーに行ってるのか、翔平の方に行ってるのか、っていうのを今言ってるんですね。その未来の時間軸からっていうので、それをしてしまうとどうなるかって言ったら、その時間帯起こされてるんですよ。まあ昨日の晩もずっとそうなんですけども、その音での攻撃ではないんですけども、まあいろんな人間の声をコンピューターが使ってきてずっと話しかけてくるっていう状態ですね。それは現状でも何でもないんですよ。その辺のところは、本当はスポーツ界のそのコンピューターの稼働の仕方が違法行為なんですね。でも人命とかの方が、健康の方が絶対優先順位上ですから。WHO、世界保健機関で、それを内容はしっかりと固定されています。法律業界がありながら、なぜコンピューターの稼働がそういうふうな形になってしまうのかっていうことなんですね。本当はアメリカに住んでいらっしゃる人たちで対応してもらわなきゃならない。メジャーリーグのことに関しては。ただまあもうスポーツの勝ち負けの勝ち数とか負け数とか優勝回数とかいろいろ調べていくと、どうしてもつながりっていうのははっきりと分かってしまいますね。ホームページ淡井圭介演劇の一番のところからの、まあスポーツ界へのメッセージとかで言ってる内容とか、その結果とかを見てもらったら分かります。点数とかでもそうですし、あと、例えば、イギリスのレンジャーズという、サッカーチームは優勝回数が非常に多い。逆に、アメリカの大リーグのレンジャーズは、ワールドシリーズの優勝が1回あったかどうかですよね。確かまだなかったんでしたっけ？どうでしたっけ？去年優勝したんでしたっけ？ちょっとね、もう僕も対処しなきゃならない情報量が多すぎて、政治経済だけじゃなくて、そういうところまで。エネルギーの残存量問題を軸にして、全員置いてもらわなければならないんですけども、そういうふうにね、昔からなんですよ。コンピューターが神がかり的な力を深く理解してしまってるっていう部分もあるんでしょうけども、例えば第二次世界大戦で日本が敗戦した時にマッカーサー元帥が、飛行機から降りてきて車に乗る前に、僕が、マッカーサー元帥にお伝えしたのは、日本が悪いと思っています。日本人のものですっていうことをお伝えしています。淡井圭介っていう。ワードまでは伝わってたかどうか、ちょっと、まあ、その内容は僕の動画で、マッカーサー元帥に伝えてる言葉と、その時、別の VTR で東条英機、当時の総理ですね、その隣の隣に、岸信介さん、その後総理になられる方ですね。で、その岸信介さんの、お孫さんが安倍晋三さんだったんですよ。そういうふうなつながりとか天皇家の人たちとのつながりだとか、そういったことがいろいろと分かってくると思うんですけども。まあ、今回のこの件、はっきりと、絶対重要なことを覚えていただきたいのは報道機関の人たち。淡井圭介からの問いかけが来たときに、その内容についてはっきりとした返答をすること、それを全員しないか世の中むちゃくちゃになってる部分があるんです。これは経営者の方たちも同じですよ。ちゃんとエネルギーの残存量問題分かってますかっていうところからスタートしなかったら、全員しなきゃならないこと全部失敗してるんですよ。 J リーグのプロ化、これを本当はしてはならなかった。
それを行ったのが、まあ、私が高校生の頃ですから、高校1年生の頃、だからもうその当時も芸能界もね、テレビで放送するものがあんまりないっていうことで、新しい番組を作らなきゃならないっていう部分で、そんなにたくさん作れない、何がマシなのかどうかとか、そういう話にやっぱりなっていったんですよ。で、その時に J リーグが開幕した時、テレビの放送がどんな状況になってたかって言ったら、まあ、今の世代の人たちからしたら信じられないような話だと思うんですけども、19時から21時のサッカーの試合がある日、ほとんどの全国放送、例えば4局とも日本テレビ放送、日本テレビ放送も株式会社、通称日テレさんとか、フジテレビさんだとか、テレビ朝日さんだとか、TBS さん、全部サッカー。開幕当時なんて。びっくりするでしょ。そうでもしなかったら、これ、どうなるかっていうところでね、お客さん来るわけがないって、分かってたから。いろんな話が全部ごちゃごちゃになってるんですよ。で、来たら来たで、エネルギーの消費が激しくなるっていうことになってしまうんですね。で、スタジアムに関してサッカー界は全て球団所有じゃありません。みんなの税金です。まあ、心が痛いっていう声、まあ、子供の頃の宇佐美元日本代表選手の声が聞こえてきてるんですけども、まあ、彼ももともと僕は高校生の頃に永田工業高等学校に来てるんですよ。年下だったとは思うんですけども、学校の中に入り込んできて、授業を受けるっていう形ですね。あんまりね、その行動をするのは良くない。後から全てを思い返してみると物事はっきりしてるんですよ。大体それする人間、髪の毛染めてる人間なんですよ。髪の毛染めてない人間で、そういった行為を、してる人間は僕は遭遇したことはないですね。もともと学校教育で髪の毛を染めてはならない。これは海洋基本法違反です。で、義務教育で受けてる内容を守ってなくて、そういうふうな行動をしてしまってるんですよ。まあ、浜崎あゆみっていう歌手の方もそうなんですよ。僕より2歳年下で、神戸市兵庫区東山町にあった東山小学校、現在の名称は夢の小学校に変わってるんですけども、僕は小学校6年生の時、廊下側からの、前から2番目の、机に何か見かけない子はいるなと、まあ、その人物が浜崎あゆみという人物だったんですけども、髪の毛染めてましたね。なんかそういうところから、テレビ局とかサッカー界では2人ともすごく活躍した形に見えます。それが社会にどう影響を与えたかどうかを判定すると、それも答えもおのずと分かることじゃないですか。だからその辺のところを皆さん理解してもらいながら対応していただけたらなと思います。とにかく僕から聞こえてきた内容に関して経営者の方たちもできるだけはっきりと、答えてください。短いワードっていうのは一番困ります。はっきりとしたことが分からないですから。その方は自分の業種のことだけを考えて返答をされるケースが多いですから、僕の場合は範囲が広いんですよ、ものすごく。だからエネルギーの残存量問題を軸にして答えられてらっしゃるのかな、これが分からないんですよ。ワードが短すぎると勘違いのもととか発生しますから、まあ、そのあたり、しっかりと、皆さんお答えをしてください。よろしくお願いいたします。